こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーで、ブルースターという、ね、お花を作ろうかなと思ったんですが、まあまあ似てるような似てないような、まあさておき、1センチゲージパイプに28番のワイヤーですね、くるくると間2回回しつつ花びらを作っていきます。花びらの枚数はね5枚で合ってますけれど、形がねちょっとね難しいなぁと思うんですよね、このね形作りがね、はい、1枚目をね挟み込むようにしてねじって留めます。で引っ張るのはまあまあまあ合ってるんですが、こうちょっと私このやって外側にねこのアーチをこうかけてしまったんですが、どっちかっていうと内向きの花かなという気もしなくもなく、はい、真ん中にね、一応、丸やっとこで開けてから、この細いですね爪楊枝に紙を巻いたもので、ちょっとだけね中心部分をねこんな感じでねじってから1回通して、まあ1回か2回通して反対側ですね、約反対側ぐらいにワイヤーを出してあげて、こんな形を作ります。これも丸やっとこで形整えて、何をするかというと中心部分に少しね少しだけですけど高さをね出したいと、奥行きを持たせたいというか、このねブルースターっていう花よく見るとちょっとだけねあるんですよね、中心部分にそんな感じのね、花びらが、なのでそれを作りたかったんですけど、どうかな、他にねなんかいい方法あるかなという気もするんですが、まあこれでねちょっとワイヤー二重になってるかなぐらいでリップしていこうかな、はい、うまくできるといいですけど、どうでしょうね。今回はねスカイブルーでリップします。こんな感じで、問題なくこれでメラミンスポンジに立てれば中心部分ちょっとくぼみましたね、はい、で、ストレンスナーをねつけて乾燥させます、はい、でできれば青系が良かったんですがなかったので、まあいいや、とりあえずねこの白っぽいジュエリーシールですね、こちらを中心に貼って、まあ、ちょっとくぼんでてね、まあいい感じかな。あとは花びらの向きだけね、ちょっと間違えなければブルースターっぽくなったかなという感じですね。はい、で簡単に、フロラルテープで巻いてまとめていきましょう。こんな感じでね、いくつか作ると可愛らしいですね。ちょっとまあ、どこかに飾っておければね、いいかなと思います。こんな感じにいくつかでまとめておきます。はい、今日はね簡単に小さいお花ですね、ブルースター作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。